ビルの7階にいる九州電力の社員に告げたい。あんた方は仙台原発を真っ先に再稼働させたいと国や官僚に一生懸命やってるようだけど、肝心の地元の人たちには何かやったのかい？地元の合意を一番後にして原発を放火していいはずがないだろう。3年前の福島の事故で想定外の事故が起きるってことをみんなが気づいたんだ。仙台原発だってどうなるかわからないってことを考えるべきだろう。このビルの7階にいる九州電力の社員に聞きたい。これから想定外の事故が起きるとして、そういった備えをちゃんとやってるのかい？卓上の理論で机上の空論で避難計画とか避難経路をやってるだけじゃダメだろう。実際に地元の人たちにバスでも車でも船でもいいさ、ちゃんとした避難の訓練をやるべきだろう。訓練だけは難しいよ。原発の場所から10キロ、30キロ、50キロの範囲の人たちにちゃんとした避難計画を出すべきだろう。このビルの7階にいる九州電力に告げたい。机上の空論じゃない、避難計画をやってこその再稼働申請だろう。そういうのを抜きに仙台原発再稼働の申請をしても地元住民、日本国民の理解は得られないだろう。アジアの市民は怒ってるぞ。この東京、あるいは西日本全体がもし事故が起きれば、偏西風で全く無関係でいられないってことをみんな知ってるんだ。東京だって無関係じゃないんだ。日本全国が無関係じゃないんだ。もう福島の事故で東日本はかなり危ないってことを知った。そして今九州でひとたび想定外の事故が起きたら、もう日本全土が挟み撃ちじゃないか。そういった危険を抜きに再稼働の申請をするってことはどれだけ危険かをあなた方だって知ってるだろう。このビルの7階にいる九州電力に言いたい。日本全土が危険に陥るってことを分かった上で申請してるのかい？その上で再稼働しようとしてるのかい？どこを見てるんだい？地元住民、日本全体を見てるのかい？それともただ一つ経営のこと、そういう心配だけで政治家官僚に一生懸命働きかけてるのかい？そんなことが許されると思うかい？このビルの7階にいる九州電力に聞きたい。どういうつもりで再稼働しようとしてるのか。あの福島の事故を見て原発の危険性を分かった上で、地元住民のちゃんとした安全もなく再稼働をしてるってことにどの面下げてやろうとしてんだよ。私たちはこのビルの7階にいる九州電力に仙台原発再稼働を申請している九州電力に対し、我慢できなくて抗議をしにここに集まってます。多くの人が
原発に反対してると言います。みんながそんなことやってどうすんだよと思ってる私たちは、もうそれだけ思うだけではなく、いても立ってもいれなくて、とりあえず東京にあるこの九州電力東京支社に抗議をしに来ている。ご通行中の皆さん、ご近所の皆さん、大きな声でご迷惑をかけていますが、こうやって声を上げないと、この7階にいる九州電力は再稼働申請を平気な顔をして進めようとしています。そんなことを黙っていられない、いても立ってもいられなくて、こうやってこの声を聞けって集まってます。九州電力に言いたい、どの面下げて再稼働を申請してんだ。地元住民の合意も得ないまんま、日本国民大勢が原発反対と言ってるのに、よくどの面下げて原発を推進しようとできるな。せっかくだから言わせてもらうよ、どの面下げて再稼働しようとしてるのか。九州電力、恥を知れ、恥を知れ、恥を知れ。このビルの7階にある仙台原発再稼働しようとしている九州電力、恥を知れ、恥を知れ、恥を知れ。ありがとうございました。